リンリン、ハロー、パラレル、リンリン、パラレルのリントです。はい、今日はこの子たちのね、お世話というか、ちょっと掃除前どんな感じかっていうのをちょっと撮っていこうかなと思います。で、私ね、普段から実は、ここに一個バケツが置いてあって、もうちょっと汚い水も溜まってるんだけど、これね、ここの、これワインセラーなんだけど、中にイモリとね、山椒、沖縄シリケンイモリと山椒がいて、ここにね、水がどうしても溜まるのね。ここに、これ。で、昨日、ここはね、あらかた溢れそうなのは出したからなんだけど、こう、トントントンってやるとね、下に垂れるようになってます。今、再現ができないね。昨日出しちゃったから。あ、で、ちょっと出るね。ちょっと出るね。まあ、ここにね、溜まるのよ、こういう感じで、水が。で、それがここにね、汚水という形で溜まります。で、この汚水を、まあ、捨てに行くんだけども、各ね、シェルター関係を洗うときに、汚水と一緒に持っていくんでね、もう汚い汚水ここに流しちゃったんだけど、この汚水何かっていうと、あそこのサバンナモニターのうんちとかがね、溜まる水入れ。で、水入れはね、昨日の夜交換したんだけど、昨日の夜交換したから、ここに汚水が溜まっているっていう状態ね。で、各シェルターをね、抜き出して、洗うんですね。で、まず、セーブシシバナヘビちゃん、サナのとこの、水容器。で、まあ、汚水溜まってるけど、どうせ、これお風呂場で洗うんで、私は突っ込んじゃいます。であと、これ。これも一通りブラシで洗うので持っていきます。で、今日はお風呂入りながらね、私が洗うんで、その洗う瞬間はね、映らないんですけども。で、こういう、なんだ、布使ってるやつは、後で、ここをね、ウェットティッシュで拭いていきます。これはまあ、お風呂上がりかな。で、サナちゃん、ちょっと、しばらくこの中でいてね。で、この時に、一緒にうんちとかしてたら、うんちのをね、床材ごと取って、ってやってるんですけど、それはしてないです。どうした？ああ、餌くれると思ってるね、あなた。そしてあなたお腹空いてるね。後で餌あげるわね。うん。今はお待ちください。で、次によいしょ。そう、ここもね、今構造を変えたくて、レオパのこのケージの直接上にサナッチを置いてるんだけど、ちょっとレオパの観察とかね、メンテするときに毎回避けなきゃならないから、ちょっとね、今ね、置き方変えようかなって。で、サナッチをここぐらいまでの段を作って、ここにね、これガチャガチャがあるんだけど、ガチャガチャの下は使ってないから、このガチャガチャの下のここまでを段にして、で、ベッドサイドに直接もサナッチのケージを置けるようにしようかなって今思ってるんだよね。で、下に置いてるものとかはメンテナンスの道具だから、メンテナンスの道具とかはその押し入れの角にしまっておいて、で、押し入れはね、かやんぽならぬ押し入れんぽっていうのができるようにしてて、まあ、これをちょっと奥にグンって押しやってやれば、私のいる空間も作れるし、押し入れで散歩させながら、危ないものもない状態でね、押し入れ散歩っていうのができるようになっていて、多分この動画が上がるときには、TikTok の、ちょっとバズった動画が、天才という形でね、YouTube にも上げてると思うんだけど、まあ、そちらの方、見ていただくとね、飼育環境のお話が出てると思います。なんか気がついたら、2万再生ぐらいいってんのかな、あれ多分。22とか、なんか 22K ぐらいまでなってたような気がする。それは後で転載しようかなとは思ってます。あら、ウィンクして可愛いわね。どうしたの、ルフ様。
で話がそれている。で、まあここ開けて、で、よいしょ、こういうね、うんちついてるやつは私は直接こういう感じで、ただこれ後で拭かないとダメだな、がっつりついてるな。これは後で、あのサナッチのさっきのね、あの置いてたものと同じように洗おうかな。で、シェルターを洗いたいんだけど、シェルターの上の水をね、あの入ってない状態になってしまってたので、ちょっとごめんね、嫌かもしれないけど、ちょっとロッペ出ようか。ごめん、尻尾あんま触りたくねえな、ちょっとロッ、まあこの子尻尾を自分で自節多分しないとは思うけどね、何かあった時に尻尾触って自節されたら嫌だからね。おっと、ごめんよ、ごめんよ、ちょっと嫌でしょ、ちょっと嫌でしょ、嫌でしょ、あ、青、ありがとう。そう、顔出してくれればこっちのも、よいしょ、はい、どうも、サンキュー、はい、ごめんね、どうしたこいつ。そしてもうそろそろ脱皮だね、これね。あ、ロッペ、ロッペ様、ロッペ様、下入っちゃった、ちょっと待ってね。よいしょ、ロッペ様脱皮の時期ですね、これね。ちょっと今の他の LED のライトの関係でちょっと見にくいけど、色がねちょっとくすんでるんで脱皮の時期ですね。うん、おとなしい、はい。ちょっと中にいてくだせ、あんまり意味ないかもしれない。一応あの重り、まあ、重りしてもそもそもロペの力とルフの力だけじゃここは開かないけどね。今日もしで、こっちは今洗うものがないね。うん、ない。でこの洗うものもこのバケツに突っ込む。で次に、袋ももんがちゃんたちね。ここも洗うものを取り出してお風呂で洗います。私がお風呂長風呂なんですけど、1日に 3,4 回風呂入るのが好きなタイプの人間なんだけど、と今お休みいただいていますので、お休み中はゆっくり風呂入ってゆっくり体を整えてっていう感じになると思うんだけど、まあこういう感じでね入れていきます。で洗い終わって戻ってきたら、今日はこのペットシーツもぐっちゃぐちゃなんで、ペットシーツを掃除します。ちょっと私がサボりましたね、ペットシーツの掃除を。1週間ぐらい放置しちゃったね。1週間放置するとあのハロ君たちは結構やらかすからね。ハロ君出てきてどうしたので、あの今ハルくんのケージをやってるんだけど、ハルくんのケージはね、あの繰り返し使える結束バンドを使ってるんだけど、結束バンド片手で取るのってむずいね。今ねここで親指と中指で押さえて、この結束バンドのこっちをグッと押して取るっていう技術を今手に入れた。よし。で中に入ってる水容器、ご飯皿、そしてミルク皿。今ミルク皿ね、この間ミルク入れてないで水にしておいたんだけど、って感じで、このタイミングであのおもちゃとかがねちりぢりになるので。この子はおもちゃをねちりぢりにしてぴょんぴょん飛んで遊ぶので、それを戻します。で、はるくんは中にいるね。あんま触ると、急に触るとね、あの
誰が触ったか分かんないからジコジコ言うんだけど、あ、今日ジコジコ言わないね。そう、見えてるとジコジコ言わないの。あの顔が見えてたりとか存在が分かれば。でも存在分かんないと怒るんだよね。でも今日存在見えてないけど怒らないね。まあ当たり前だよね。あの布団で寝ててさ、誰にやられたか分かんない状態で布団バサッてやられたらそれは怒るよね、人間だってね。どうした？あ、どうした？あ、分かった。あのマシュマロ1個あげよっか、これ。で、多分取ったらあっちに逃げる。あの、あそこで食べるのがこいつの定位置。これ片手で戻せるかな。一応ね、この子脱走壁があるんだ。で、脱走壁が大きいから、なんだろうな、遊ぶものをいっぱい置くことによって脱走を考えないぐらいなんか楽しいぜっていうケージ作りにしてるんだよね、このハルくんのケージに関しては。で、あのこの子カミカミするのが好きだから、あの木のこういうおもちゃと、あそこの階段とか、あとあそこにもね噛むおもちゃがあるんだけど、この子はねカミカミするのがもうほんと大好きで、なんでちょっとそのカミカミするものを入れて、とりあえずお風呂入ってる時だけだったら大丈夫だから、あの1点2点だけの、あの2点止めだけにしておきます。本来だったらここも1234で、あと万が一のためにここで5っていう感じなんだけど、今日はあのお風呂入ってくる間だけだし窓開いてないんでね、あのもし脱走しても大変なことにはならないので。で、次うららちゃんのケージ。うららちゃんはね脱走壁ないんだけど、あのなんだろうな、あのケージのレイアウトはそんなに、あのこの子はおもちゃ入れてない感じですね。あのこの子はね脱走壁はないです。が、あのケージの止め方に関してはなんかね、あの左右半がちゃんと同じ形になってないと気持ち悪かったんで、左右同じ止め方にしてます。これはただの私のこだわり。やべ、片手でやれるようになったよ、この動画内で。片手でやるのなんて初めてなのに、この動画内だけで片手で撮れるようになったね。で、水ざらい回収で回収、そしてこれも回収、もう全部一気に洗います。うららちゃんはあのポーチの中から見てるのが好きなので、この子はね中に入ってることが大好きな子なので。あとね、ちょっとねこの子あのエンセファリトソーンっていうウサギちゃんがかかる病気にちょっとかかってしまって、あのフクロモモンガではあまり事例がないんですけれども、そう、その病気にねかかってしまってからですね、ちょっと入院してたんですよね。で、入院してた結果、ちょっとね人間不信じゃないけど、最初ベタベタな子だったんですけどね、あのだんだんあのちょっと怖くなっちゃった部分とかもあって、まあその薬とか、あと定期的な検診とかっていうのでね、こうあまりにもペタペタ触られたりとか、あとケースの中にいる状態で無理やり出されたりっていうことがあってからね、ちょっとそういうのが怖くなっちゃって、ちょっとジコジコ言うのと、あとはちょっと噛み癖がねついてしまいました。私の手も噛みます、今。あ、でもそうだよね、ちょっとぐらいは人間不信になるよね、病院でずっとだとね。よいしょ、あとついでにここに入ってる粉を下にのペットシーツに応用しておいて、あとペットシーツごとそれ全部捨てれば OK っていう状態にしておきます。この子はね脱走壁ないから、なんか別に厳重な管理はしなくてもあの大丈夫っちゃ大丈夫ですけど、まあでも安心してるとやられるからね、あのそう、何をするにも安心しちゃダメなんですよ。あの私あの異種族間で遊ばせたりとかっていう、まあ遊ばせてるわけじゃないんだけどね、異種族なんで間で顔合わせっていうところなんだけどね、普段から遊ばせてはいないっすよ。で、異種族間で顔合わせするときも基本的にはもう安心はしてないっす。
何かがあっても大丈夫なようにっていうのと、異種族間で顔合わせをすることによって、あの同じ空間にこういうのが住んでるっていう認知をね、こいつらにしてもらわないと、あの万が一のね攻撃対象になった時っていうのが大変なのでね、あのその子その子との相性っていうのもね、私メモを取ってる状態なんで、よいしょ、あ寝てる、おはよう、ごめん起こしたね、寝てるんだけどっていう顔された。でここもミルク入れと水入れと、水はあんまり飲まないね、ミルク入れてるから、まあ大体ミルクの方ばっかり飲むね。でご飯入れを出して、で一旦閉める。で、この後私も風呂に入って、この今バケツの中に入れてるものを全部洗います。これはね週に2日から3日はやるかな。あの汚れがひどい時はほんと毎日やるし、汚れがひどくなくて、餌を追加するだけで OK な時は、あの本当に洗うまではしてなかったりとかですね。で週に2ないし週に1っていう形で、この下のペットシーツで、ここはね2匹いるからね、餌を外に出しちゃうことも多いんだよね。今回はねちょっと私が体調を崩してたのもあって、あの週に1回になってました、なってました。普段はだいたい週に2回かな、だいたい日曜日に全部やるから、日曜日に1回、ペットシーツの交換で、あとは水曜日かな、水曜日ぐらいに結構汚くなるから、水曜日に、このペットシーツのね掃除をします、掃除で取り替えをします。で週に3ないし多い時は4かな。で、ああいう感じで、バケツを、全部バケツに入れて、お風呂場で、私がお風呂入りながら掃除です。なんで私がね、お風呂場に入りながらの掃除になるんで、ちょっとそれは映せないんですけど、私全裸なんでね。なんですけど、いつもそんな感じにしてます。で、バケツごと持ってって、お風呂場で掃除して、で、全部、戻ってきてメンテナンスで中に入れてっていう感じ。ごめんね、今シェルターないからちょっとあれでしょ、嫌でしょ。であとはこの後、今日の動画では映さないんですけれども、みんなのご飯入れて、各ケージに戻したりだとか、各ケージのそういうちっちゃい小物っていうのをね拭いたり洗ったりっていう感じで行っているような状態になります。なんでこの後はお風呂入って、まずあれ洗う。で、お風呂上がってきてからはペットシーツの交換ですね。をして、その後に餌入れて、で、全部中に入れようかなっていうところですね。そのあたりは今回多分動画にしないです。ただ餌入れて戻すっていう感じなんで。まあ、しで言うと、毎週のルーティンという形、風呂入る前のルーティンみたいな感じでやっている、容器とかのね、掃除っていう部分だけ今回動画にしてみました。その後は、なんとなく想像がつきそうなのでね、あえて動画にはしないかなと思います。まあ、飼育のケージの、この子たちのケージの、メンテナンスライブっていうのは、たまにしようかなって思ってるので、そのメンテナンスライブで見ていただけると幸いです。はい、多分メンテナンスライブするときってやることいっぱいあるときにライブすると思うんで、はい、そんな感じでございました。ということで、リント犬のね、飼育環境の、掃除の部分ですね、ざっくりお話しさせていただきました。ちょっと動画に映してない掃除の部分もねあるんですけれども、こんな感じでメンテナンスっていうのをやってると思っていただけると幸いです。また私の体調が整ってきたらですね、メンテナンスしてるライブっていうのは生放送で行いながら、皆さんとお話ししながらね、いろいろやりたいなと思ってるんで、よろしければそちらも楽しみにしていただけますと幸いです。ということで、以上リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上リントでした。バイバーイ。